クリア・カズヨ日本のフルート奏者、作編曲家、熊本県出身、家事名義でシンガーソングライターとしても活動している。熊本市生まれ、4歳でピアノを始め、幼少の頃より即興で歌うようになる。小学生の頃は合唱部、中学時代は吹奏楽部に所属しその頃よりフルートを本格的に始める。高校卒業後、 武蔵野音楽大学音楽学部気学学科に入学。大学3年の頃より、ジャズや、即興演奏に目覚める。同校を卒業後日本で演奏活動の後、アジアワールドスカラーシップ奨学金を得て2007年、米国ボストンのバークリー音楽大学に留学。在学中より、セッションプレイヤー、レコーディングアーティストとして活動を開始。2010年に、 トシコ秋吉ア,アワード他を受賞し、ジャズ作編曲学科ディプローマを取得後、ニューヨークに生活拠点を移し、Women of the のバンドメンバーとして、ブルーノートやカーネギーホールにて演奏。また、ビデオゲームオーケストラのオーケストラメンバーとして、ボストンシンフォニーホール等で演奏。2013年に帰国後は、自身の楽曲、音源制作のほか、楽曲提供や編曲、 アーティストのサポートや CM 音楽等での演奏、CM 音楽の制作、ライブ活動を行う。カーシャ6課、バイオレットレベールジャズリベレーションレコーズ、バーズオブ、エイフェザー二つ湯、春色ウィメンオブザワールド、コロロマリコアワダ、マーガレットライトニングリターンズファイナルファンタジー13、ライトニングリターンズファイナルファンタジー13、オリジナルサウンドトラックはエンディ・ドウルフ デボラ・デウルフ・エメリー、イメージズ・オブ・イブ作曲ビデオ、ゲーム・オーケストラ、ライブ・エイティ・シンフォニー・ホール、エイピース・オブ・ケーク、沈黙のカフェでランチを、t v アニメ、この素晴らしい世界に祝福を。オープニングテーマ EP、ファンタスティック・ドリーマー、マンデー・アフタヌーンバージョンマイナス・シャドウ・タクティクス。ありがとうございます。